それでは国際教育行ってみたいと思います。で、今日の長文の全体像はこちら。で、皆さん、段落は全部9個あるんですが、ちょっとそれ全部やってるとですね、時間かなり長くなってしまいますので、最初の4段落、これを行ってみたいと思います。で、それに伴って、あの特徴的な内容1問題ですね。そして、それに付随している下線部説明。これを合計7問行ってみたいと思いますので、一緒に頑張りましょう。さあ皆さん、行ってみたいと思います。皆さん、選択肢は A から L まで。つまり、選択肢12個ありますからね。で、ひとまず皆さん第一段落を読んでいただいた後、この選択肢の A から D。まずこの4つの中から答えが見つかるかどうかですね。検討をお願いします。で、皆さん念のため残りの選択肢もお見せいたしますね。さあ皆さん残りの選択肢でございます。再検討をお願いします。さあ皆さん、この中から皆さん見つかりましたね。さあ皆さん本文ご覧くださいね。皆さん、ゲリマンダリング。なんじゃこりゃってなりますが、その後ろに説明が書いてますよね。皆さん、このあたりに特定の政党と書いてますね。で、その特定の政党にベネフィット、恩恵を与える。利益を与えるためのバンドリーズ、境界線。で、それを描いてるものですね。で、そういうことが皆さん、ホットな話題になってるんですね。つまり、フェアリーということですか。皆さん、果たして平等なのか。いやいや、そもそも平等ってどういうことを表してるのか。で、皆さん分かるかと思います。皆さん、このあたりですね。特定の政党に利益を与える。それを受けて、平等、公平というのは一体どういうことなのか。というふうに話が展開しているということは、皆さん、平等じゃないということですね。だからこそ皆さんが話題にしていると。で、そういうことを言ってる選択肢が皆さん見つかってますね。で、皆さん、選択肢の L、こちらですよね。まずは、ゲリマンダリングという用語。そして皆さん、意味の説明をしてますよね。で、この三角括弧のところと、ここ、対応いたします。そして皆さん、文末、controversial topic、物議を醸してるんですよね。ですから、話題という点では、このあたりと一致しますね。ですから、選択肢の L が第一段落の正解ということで、よろしいかと思います。で、皆さん、続いて第二段落でございます。まずは、今見えてる選択肢の中から検討をお願いします。さあ皆さん、残りの選択肢でございます。こちらからも再検討をお願いします。さあ皆さん、この中から見つかりましたね。さあ皆さん、先ほどの段落ではですね、ある特定の政党に利益を与えていると。平等って何なんだ？ということは皆さん、不平等の裏返しですよね。だからこそこういう表記になるんですね。すべての表は重要。で、なおかつそれが equally ということですから、平等に扱われるべきなんですね。で、皆さん、ここのバットでですね、話が変わってますよね。で、皆さん、平等が理想なんですが、皆さん、single vote。一票が必ずしも same weight。同じ重さを運んでくるわけではないと書いてますね。つまり、一票の重みはバラバラ。ですから、とてもいい氷とは言えないんですね。なかなか平等にやるのは難しいという話でございます。で、そのことを言ってる選択肢がこの K でしょうね。equal value。平等な価値。それを持つべきなんですけども、なかなかそれを維持するのは難しいんですね。ですから、一票が必ずしも同じ重さを持つわけではないと。そういったところにつながってきますので、第二段落の正解は K ということでよろしいかと思います。では皆さん、第三段落でございます。まずはこちらの選択肢の検討をお願いします。では皆さん、残りの選択肢の再検討をお願いします。さあ皆さん、この中にありましたね。さあ皆さん、本文先頭をご覧くださいね。In other countries ということで、他の国々。で、その他の国々での政治家はですね、この electoral maps、それを決断、判断はできないんですね。で、その他の国々の中から具体例で、皆さん、イギリスが挙げられております。で、皆さん、ですがって感じ、皆さん、バットの後ろ、このあたりヒントになりそうですね。in the US ということですから、皆さん、アメリカでは多分違うんでしょうね。皆さん、those in power、力を持っている人たち。で、その人たちが、この maps、それをリデザインということですから、再設計、つまり作り変える自由、しかも total freedom ということですから、書き換え放題なんですね。つまり、自分たちの都合のいいように書き換える。それが自由だと書いてるんですね。で、実際にアメリカではそういう書き換えが行われていると。で、その後この不正の話につながってきますね。ですから他の国と比べてアメリカは自由があると。ですからやめられないんですね。で、それを言ってる選択肢と言われたら、
選択肢の G ですよね。アメリカでは起こる可能性が高い。で、それが皆さん典型的、つまり日常茶飯事になってると。ですから言ってることがつながりますので、第3段落の正解は G ということでよろしいかと思います。さあ皆さん続いて同じ段落ですが、ここに下線部1番がありますよね。で、それに関する設問がこれでございますので、一読していただいた後、検討をお願いします。さあ皆さん、この設問の指示を読んでいただけるとわかるかと思いますが、ハイジャック。それは選挙でどのように勝利するのか。まあ、そもそも皆さん思っているハイジャックのイメージですね。まあ、あんまりいいイメージはないかと思います。ですから、勝ち方が選択肢の A 簡単。で、選択肢の B 頻繁。これだと皆さん逆にプラスになってしまいますよね。で、皆さんこのピンクのところがヒントでもよろしいかと思いますが、やっぱり不正につながるんですよね。ですから、勝利するのはするんですが、不正。で、皆さん下線部1番の手前であれば、ギューティー。もしくは、wrong という記述がありますよね。皆さん、段落の後半では、皆さん、このあたりがヒントになってそうですよね。一応、勝つのは勝つんですね。例えば、大多数が負けてしまうと。で、その状況が tricky。なんかおかしいんですね。で、証明することも trickier。まあ、つまり、ごまかしが入ってるわけですから、選択肢の D の unfairly が良さげですよね。fair じゃないわけです。で、もちろん選択肢の C であれば、皆さん、狭まってますよね。まあ、勝ち方に狭いも広いもないかと思います。で、選択肢の E は暴力。まあ、さすがにそういう話は書いておりませんので、やっぱり正解は D ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん第4段落でございます。こちらの選択肢から検討をお願いします。さあ、皆さん、これは皆さん見つかりましたね。皆さん見ての通り、アメリカの裁判所、最高裁の話が書いてますね。で、そこでの訴訟。で、皆さん、なおかつ州の連邦裁判所。で、そのあたりの話を言ってくれているのが選択肢の D ですよね。で、皆さん、訴訟の話もございます。さらには州の連邦裁判所。ですから、これもそのまんま選択肢の D が正解ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いてこの下線部2の単語の問題でございます。選択肢はこれでございますので、検討をお願いします。さあ皆さん、toothless ということで、まあ、そのまま直訳すると歯がなさそうですね。まあ、歯がないとおそらく力は入らないでしょうけども。で、そのアメリカの裁判所の歯がない結果、その下線部の右側にちょっと情けない話になっちゃってますね。皆さん、voters、有権者が選ばれし役人。それを選ぶんではなくて、instead、選ばれた役人が有権者を選ぶ。ですから、そういう結果をもたらしているわけですから、やっぱりアメリカの裁判所は、まあ、歯がないと。まあ、力がないんですね。で、皆さん、それで選択肢眺めていただきます。まず、そもそもダメなものがありますよね。で、皆さん、選択肢の A をすっ飛ばして、選択肢の B、偏見。で、選択肢の C、不誠実。で、もちろん、アメリカの裁判所が偏見を持っていたり、不誠実だと、ちょっと困りますよね。で、選択肢の D をすっ飛ばして、選択肢の E、アメリカの裁判所は不要。まあ、これだと国が崩壊してしまいます。で、選択肢の A、active。まあ、これだと前向きな話になってしまいますね。そうです。歯がない。力がないわけですから、選択肢の D ですよね。全く効果を発揮しておりません。まあ、だからこそこの緑の三角括弧のような結果につながってるんですね。ですから正解は D ということでよろしいかと思います。で、皆さん続いてこの下線部3番。選択肢こちらでございますので、検討をお願いします。皆さん、これもフィーとそのまま直球でいけそうですね。皆さんご存知だと思いますが、偉業。つまり何かを成し遂げることですよね。もちろんそれはプラスの意味でございます。で、そうすると皆さん選択肢の A、結果。まあ、結果だけだったら皆さんマイナスの可能性もありますね。で、選択肢の B は敗北。で、選択肢の C は不運。で、選択肢の D は間違い。まあ、どれも偉業にならないですね。ですが、選択肢の E であれば、サクセス。成功ですから、異形の言い換え OK ですね。ですから正解は E ということでよろしいかと思います。